でもヤクザのバスが、俺たちはサンパウロの、まあ、ゲットのマフィアだって。すげえでかいナイフがあって、これで鶏肉を切るのさ。絵に描いたようなならず者感ですね。ならず者でしたね。この後はですね、実はヨーロッパの方に旅に出るんですよね。はい。このヨーロッパは、スペイン。スペインとフランスが長かったですね。はい。スペイン、フランス、イタリアと回ったんですよね。そうです。順番はちょっと前後してますけども、はい、大体その辺の国を回ったそうなんですが、実際問題こうあれですか、ヨーロッパになるとまた格段に物価も上がるじゃないですか。いやでもヨーロッパでもほとんどお金使ってない。そこでも0円ほと、まあ、ゼロとは言わないですけど、家賃も食費も、家賃は多分1回も払ってない。ヨーロッパでどうやって過ごしたんですか、その家賃ゼロ。スクワットってっていうのがあって、実はヨーロッパではもうかなり昔からすごい普通のことで、あ、スクワットねみたいな、まあ要は不法占拠っていう風に翻訳になるんです。スクワットはだから座り込みですよね。なんかスクワットで座り込み、もう売っちゃられたあの建物をあのみんなで占拠しちゃって、電気とか勝手に敷いて住んでる人たちっていうのが一定数いるんですよ、うん、はい、でそういうところに僕らはもうお世話になって入り込んで、そうですね、スクワッターはね各地いますね。ヨーロッパだけじゃなくて、アメリカなんかも ね、 そうですよね、いますね。あと韓国とか中国でもあるみたいです。まあ日本ではちょっとねあまりお目にかからない、形ですけども、警察が強いんで、はい。でそのスクワッターの人たちと一緒にというか、そ そういう感じで過ごしてたんですね。そうです、あのスーパーの廃棄食品をみんなで取りに行く、取りっていうか、まあ、もらいに行くんですよ。でも車とかで行っても100キロくらいもうゴミ袋みたいなのに入れて、それが食料。そこからまあちょっと選別して掃除して、でもそれでねどうにかなってたんで、基本的にブラジルは安かったじゃないですか。あのヨーロッパは何か目的があったんですか。元奥さんの出産に立ち会いに行きました。元奥さんというのはあのどこの国の方だったんですか。はアメリカの人です。アメリカの人でヨーロッパにいらっしゃった。日本で一緒に行ってメキシコで別れて、彼女はヨーロッパに行って、それを追っかけていった感じだったんです。要は 彼女の恋人と僕が一緒にブラジル南米を旅してたんですよ。アナ兄弟の旅だったみたいな。あ、日本人2人、複雑ですね。複雑です、はい、なんでそんな仲良くできたんですか、旅は。いやだからこそ会わすかだったんですよ。分かるような分かんないような、ここで分かり合うために、はいはい、とにかく僕たちはまあ話さないといけないんだ。分かり合えた、その時はすごい分かり合いました。でそれで2人でその会いに行った感じなんですか。いや、まあ、もうそれぞれ別々で会いに行きました、はい、で会いに行くのがヨーロッパの目的だったわけです。そうです、出産は。はい、で出産はどのタイミングだったんですか。2022年の8月です。あ、そうすると、お聞きしますけど、その元嫁さんが産んだお子さんっていうの、僕の子供です。ああ、そうなんですね、はい、はいはいはい。じゃあ我が子に会いに行くみたいな感じ。そうです、はいはい、娘ももういて、娘はい、はあ、複雑ですね。あのもうまあまあ大変なねあの感じですけど、どこの国で生まれたんですか。スペインです。スペインで、スペインに会いに行って、はい、でも彼の元嫁さんには新しい恋人がいるわけじゃないですか。そうです、彼と、はいはい、そうするとその後一緒にいられるわけにいるわけにはいかず。いやでもそのスクワットはもう30人の人と、もう30匹くらいの犬と住んでるすごいでかい家で、うん、でまあ、うん、僕は家の中にまあ自分のアトリエみたいな空間を作って、で彼女たちはまあキャンピングカーみたいなのの中に住んでて、まあ、一緒にご飯食べたりもするし、僕と娘が一緒に寝るときもあるし、まあ、みんなでなんかでかい部屋ででかいって、まあね、雑魚寝するときもあったし、まあその時は割と仲良くはやってたかな。要はスクワットで生まれたんですよ。あなんかあのコミューンというか共同生活の感じですね。はい。どういう、他にどういう人たちがそこはいるんですか。みんななんかモヒカンの人ばっかり、モヒカンでドレッドみたいな、男も女もモヒカンでドレッドが8割くらいです、ね、ハンクスっていうか、なでも暴力の現場は一回もなかったですね。でもオーバードーズしちゃった人がいて、なんか救急車が来てとかあったけど、そこはしかもスペインは特に特殊で、その不法占拠っていうのは正しい訳じゃないんですよ、っていうのはその、24時間いるだけで、
もうそこは彼らのものになるんですよ。うん、だから警察は入れないんですよ、その別に。だから警察とかもその入ってこないし。あの住んでると住人に権利が発生する、そうそうそういうやつですね。すごい簡単な法律で、はいはいはい、でも実は去年変わったみたいでそこももうなくなっちゃったんですよ。そのグループにボスとかいたんですか？います。どういう人ですか？車椅子に乗って世界中を旅してるアルベルトっていう人物です。アルベルト、はい、何者なんですか？彼のテッドトークとかでも話してて、要は彼がルフィみたいな感じでみんなそこに引き寄せられてきて、でそワンピースの方ですね。ちょっと今日本でルフィっていうとね、ちょっと別 の, あの詐欺グループとかのあっちの方にも取られかねない、もともとはそっちあるんですけど、はい、ベースがね、あの要はリーダーが強烈なリーダーシップを発揮する人がいるということですね。どこの国の何歳ぐらいの方なんですか？彼はスペイン人で、うん、僕のちょっと上やから33、34とか。うん、車椅子で世界中車椅子です。でも足は下半身は全くもう使えないんですけど、すごい細いんですけど、うん、あの腕の力だけで木も登ったりするし泳いだりもするし、ですごい最初会って1時間ぐらい話しても女性かとずっと思ってたんですよ。すごい声も高いし、うん、キラキラしててなんかすごい中性的というかすごい妖精みたいな人ですね。へー、その人のカリスマでじゃあ集まってるコミュニティだった。そういうことですね。田舎の方にもいくつかそういう家があって、僕らが住んでるとこはその方だったんですけど、田舎の方も、まあ、行ったり来たりというか。みんな仕事ってしてるんですか？実は結構してます。なんかあの街をこう僕がチャリとかで徘徊ってしたら、そのおーみたいな庭の整備の仕事とか、あとフランスにみんな出稼ぎ行ってました、スペインの人たち。なんかあのピッキン、あのフルーツとかのピッキングとか。本当に気合い入ってんなと思ったのはもう、うん、物乞いですね。すごい僕よりも若いんだけど、やっぱ薬物やりたいから物乞いしてるみたいな。それはもう本当に底辺だなと思って。はい、じゃあ、いわゆる露骨な犯罪行為、例えばスリとか強盗とかそういうの走るような人とかあんまりいない感じ。そういう人は逆に入れない。強盗はないけど、みんな盗んでますね。あ、盗んでる。みんなの食べ物とか。ああ、そうか、窃盗的なことは。そうですね、要は暴力を伴う盗みじゃないけど、ちょっとこうちょっとこすい感じが、はいはい、僕は盗みとかはしないんですけど、これでもどこまでまあでもアルベルトの中も言ったら詐欺師なんですよ。なんかアマゾンとかのなんか商品を買って、でも商品はキープして箱だけを、なんかよくわかんないけどちょっとこすい感じでお金を作ってて、そのお金でみんなのチケット代出したりとかしてて。チケット代っていうのはどっか行く時の？そうです、そうです。あ、そうなんだ。チケットってやっぱ飛行機はごまかせないんです。うん、でもなんかもう機械とかもあって、無料の交通券、なんか使い古した切符をその機械に通すと時期が埋め込まれて、それでもうどこでも行けるようになるんですよ。彼がその開発したなんか機械みたいなのがあって、それを使って無料チケットって言ってもどこでも行ってました。なかなかですね、はい。ちなみにそこでちょっとね、個人的に気になるのは、元嫁さんというそのアラスカやりに行ったその友人ってもう一緒にそのコミュニティにいるわけじゃないですか。全体的にその人間関係的にうまくはいってたんですか？その時はまあまあまあ、うん、ちょっといろいろ大変、喧嘩っぽいこともあったかも。そういえば今でも一緒じゃないんですよね？そうですね。ってことはそのコミュ、まあ、今こちらいらっしゃるってことはその後のコミュを出てるわけじゃないですか。そうです。何きっかけでそこを離れてまた次の旅に出たんですか？あ、パリがいいなと思ったんですよ、はいはい。その時はその彼女たちももうなんかスペインにずっといるみたいな感じだったんで、うん、で僕は日本で それこそ彼女をきっかけで会ったフランス人の友達がいて、うん、彼にそのブラジルからスペインに行く過程でそのフランス経由のチケットが安かったん でフランスで会った時に、まあ、お前はいつでも俺に来てもいいよって言われてたし、うん、でヨーロッパにいるんだったら僕スペインよりもスペインっていうかバルセロナよりもなんかやっぱりパリの方がいいなと思って、でまあ電車に乗ってパリに行ってっていう感じなんですね。そうです。そういう何ですか、自分でそういうまあ何かスクワッターのそのコミューンというかそこに属して多分
ると同類っていう人が分かりやすくなると思うんですけど、同類、同じような暮らし、他のところコミューンとかでもそうやってスクワッターだなとか、そういうなんていうか旅で生きてるなみたいな人とかってなんとなく感じるようになると思うんですけど、やっぱそのいるもんですか、実際その自分で回ってると。フランスでももうすぐ見つけました。住んでいいよって言われてたアパートも、まあすごい小さい部屋で、まあやっぱ二人でいると、まあ、もう、まあ、どっか他のとこ探しなよって言って、まあ、荷物だけ置かせてもらって、僕は街を徘徊して、うん、でなんか、ヒップホップパーティーがあったんで、ラップしてたら、なんか、お前、なんか、どこから来たんだみたいな、結構、生きのいい感じの人たちがいて、うん、日本だみたいなんで、俺たちはスクワットから来たんだみたいな、来たと思って、住所教えてくださいって言って、うん、で、まあ、住所書いてもらって、行ったら、もうそこもすごい豪邸で、うん、これみたいな、ハリー・ポッターの屋敷みたいな。うん、すごい綺麗なんですよ。うん、絨毯、赤い絨毯とか、うん、とにかく体育館みたいな部屋もあるし、もう暗室、写真を撮る暗室みたいなとこもあるし、クラブみたいなスペースもあるし、居住空間も3階建てくらいあって、うん、スペインの使ったら正直、あんまり綺麗ではなかったけど、うん、フランスのパリのスクワットは本当に綺麗で、うん、トイレの水も流れるし、うん、炊き出しとかもやってて、その豪邸は何なんですか。だから不法占拠しちゃってるんですよ。元々は誰のやつの。いやもう分かんない。その豪邸を勝手に不法占拠してるってこと。そうです。なかなかですね。どこだろう。パリのまあ、パリのちょっと郊外なんですけど、まあ、移民の多い地区ですね。北南。多分北です。北、はいはいはい。そこも野菜とかも育ててて、人もすごいみんないい感じっていうか、その、はい、なんか、うん。やっぱフランス人はおしゃれだなって、その時もすごい綺麗で、掃除当番とかもちゃんとしてるし。そういうふうにやってるんですね。やってます。はあ、じゃあ本当の共同生活で、ルールがある共同生活をしてる。そうです、そうです。で、そこで、の人たちは今度、受け入れてくれたんですか、ムイさんのこと。ハードル高かったです。っていうのはスペインの僕らが暮らしたスクワットっていうのはいつでも誰でも歓迎だったんですよ。うん、まだ扉も開いてるし、うん、でも知らない人がいるのも当たり前だったけど、そこはもうやっぱりメインが20人会でゲストみたいな人たちが多分10人会いて、僕もだからそのゲスト部屋みたいなところに泊めてもらって、うん、まあ、なんかお前本当に来たんだみたいな、すごいなみたいな、なんかあんな住所で渡してたけど本当に来たんだみたいな、まずそこで多分ちょっと。あ、口だけじゃないっていうので、で、まあ僕はスクワットも住んだことあるし、みたいな。まずミーティングみたいなのにもう連れてかれて、うん、お前が何をしたいか言え、みたいな、うん。で、まあ、僕はまあ、パリで絵を描いてて、まあ、スクワットカルチャーはすごい興味があるというか、ちょっと一緒にやりたいです、みたいな感じで、まあ、ちょっとお試しだ、みたいな感じで、うん。一緒に移民が多い地域だから貧乏な人も多いから、うん、食べれない人がそこのスクワットに来て食料をもらうんですよ、うん、そこのスクワットはもうトラックで食物を取りに行って、でまず分けて、うん、それの手伝いとかをして、じゃあかなり規律はしっかりとしているところなんですね。そうです、規律はしっかりしてます。このバーのスペースとか、なんかその火を焚くスペースとか全部その掃除する場所、なんかそのホワイトボードみたいなのがあって、じゃあアル中とか薬中なんか持ってのほかみたいな感じなんですか。そういう雰囲気はあんまりないです。みんな大麻吸ってるけど、それもそんなにそんな、まあ、ヨーロッパだったら大麻なんてね、なんかタバコみたいなノリ、そんなにその、うん、そういう感じの雰囲気ではなくて、ああ、じゃあ道から外れるのは良しとしないとか、なんかあれっすね、フランスっぽいっすね、フランスっぽい、ルールのその徹底みたいなのが、本当にそれは結構、はい、フランスっぽい。住みにくくなかったですか、ムイさんの今までの流れを聞いてると。ちょっと住みにくかったです。僕何度も注意されて。なんか夜一人で起きてて、うん、なんかバースペースで誰もいないから絵描いてたりしたら、お前ここみんなのとこなんだから、なんだかんだしないでくれないかみたいな、すごいおばあさんもいるんですよね。ああ。でもそれに関してミーティングになって、ムイは新人なのになんかいろいろ自由にやってる。でも、いやでも別に彼らは誰にも迷惑かけてないんだからいいじゃないかみたいな、そういう。かばってくれる人たちもいて、でもそのおばあさんの意見が結構強くて。リーダーとかいるんですか。いました。リーダー陶芸家で、まあ、リーダーじゃないよみたいな感じだけど、まあ、彼がリーダーです。なんか聞いてると合わないですよね、フランス。いや、そんなこともないですよ。そんなことも大丈夫ですか。
合わなさそうな感じが。いや別にそんなことはないんです。だってちょっと話してる時にその規律のことを思い出して、なんかあの学校で怒られた生徒みたいな顔してますけど。そうそうそう、そんな感じでした。あとなんかすごい鍵を合鍵持って出てるんですけど、はいはい、僕はなんかどっかに忘れちゃってもしょっちゅう忍び込んでたんですよ、はい、なんかあの塀から、うん、まあ、それやめてくれっていつも言われる。悪ガキ扱いされてますよね完全に。ちょっとそんな感じです、はい。そんなムイさん、ちょっとフランスの地下の方にも潜られてた。あ、はい、地下の方にも。どんな感じだったんですか。なんか縛りが好きな日本フランス人の男がカタクンバっていう地下都市がすごいぞって話をどっかで聞いてて、あ、うん、そんなとこがあるんだって言ったら、それこそバルセロナのスクワットから友達がパリを通ってくるから、うん、寄ってくれって言ってカタクンバ行こうみたいな、彼たちも盛り上がってて、僕はまああんまり知らないで、よし、カタクンバってたくさんの水と食料と照明とビニール袋を履いて、水もあるって聞いて、彼女たちも詳しくて、フリークなんですよ。カタクンバフリークみたいな。はい。で、まあ、地図とかもあって、カタクンバの地図。はい。で、それをこの地図に沿っていくぞって言って、まあ、トンネルのなんか穴みたいなとこから、まあ、ほんとこれくらいの穴をこう、頑張って入ってって。何日くらいいたんですか、なんか。あ、カタクンバそんな1日ですよ。朝から晩まで。はいはいはい。何日もいない。もう行く時にそこがまあ、通路というか、はい、まあ、墓地にもね、まあ、骨の置き場ですけどになってるっていうのは分かってたんですか。最初僕はもう全然あんまり分かってない。もう行って初めてやったんです。そうですね、もう「カタクンバ」って言葉の響きがまず好きだったんで、よし、カタクンバ、オッケー、カタクンバみたいな、ノリノリで、はい。あれどうですか、その行って骨グワーッと回りました。あれ見てどう思いました。いや、なんかフライドチキンみたいな匂いがする。それが一番でも、なんか、いや、そのね、そんなに怖くないと思いますよ。すっごい昔の骨なんで、うん、なんか悪い気が抜けてるっていうか、なんか本当にもう物、僕は霊感はそんなにないけど、なんか悪い気を感じるときはあるんですよ、うん、なんか物とか人で。でも、うん、その骨はもうなんかそういうのはすごい全部抜けてて、うん、はい、あと換気がすごいいいんですよ、意外と。カタクンバ地下だけど、うん、マンホールとかもつながってるし、だからまあなんか陰の気はあんまりなくて、意外と。あと、なんか結構グラフィティとか、造形物とかも作ってる人いるじゃないですか。ああいうのはどうですか、ムイさん作りたくならなかったですか、あそこで。いや、僕はあそこだったら仕事にならないんで、なんかそう、でも次行ったら格好描きたいなと思ったな、でも。うん。あ、北斎っぽい、ありましたよ、なんか描いてる。僕でもグラフィティアーティストではないので、はい、ちょっとスプレーの匂いとかもそんなに好きじゃないけど。絵は何で描いてるんですか、普段。壁に描くときはペンキとか、ね。スプレーの匂い苦手。苦手です。あとは、あれですか、いっぱい持ってかなきゃいけないから。いや、それは別に苦じゃないんです。苦じゃないけど、苦手なんですよ、あれが。スプレー、なんか、あんま好きじゃないです。シンナー臭が。そうです、そうです。ははは。じゃあ、普段から、あまりこう、そういう、悪い方のお薬とかは、ちょっとこう、そういうところはもう入っていかない感じです。そうですね。一通り経験あるけど、僕はそんなに執着しないというか、うん、ケミカル系は全然、買ったこともないし、まあ、なんか、そのスクワットでも回ってきたら、まあ、やってみて、こんなもんか。うん、あんまりそっちのカルチャーに行かなかったと。ことね。基本的に僕は多分どこ行っても、なんか日本から頼まれた仕事とかの絵も描いたりしてるし、自分のその作品の制作とかもしてる、うん、基本的にはそんな。あ、そうか、行った先でも、今やあれですもんね、世界中どこ行っても仕事は頼まれますからね。インターネットをつないで。はい、ちなみに、この今、フランス来た時点で、長旅で多分1年近く経ってますよね。立ってると思う、はい、その間なんとなくでいいですけど、使ったお金ここまでで飛行機代以外だとどんぐらいですか。いや、本当わかんないんだよな。あんまり使ってない感じですよね。でも話聞いてると使ってないですね。電車とかも無料でいつも乗ってるし、なんか聞いてるとね、限界旅行者の中でもなんか昔は結構いたんですよ、そういう限界旅行者っていうか、で、まあ、限界旅行者とか呼びましたけど、それのな、現代版ですよね、本当に。ほぼほぼ金をかけずに世界を回っているアーティストなわけじゃないですか。でもアーティスト活動して稼いだお金とか逆に何使ってたんですか。
飛行機代。飛行機代に家に帰ってくる時の飛行機代。結構しますよね。結構高い、うん、飛行機代って。だって待って、飛行機乗ったのってこの旅で、まず日本からメキシコまででしょ、はい、1個。次、あとどこ？メキシコからアルゼンチン。ゼンチン。はい。ブラジルからフランスに乗りましたね。はい。あとはだからそこからフランスからアメリカか。はい。で、アメリカから日本。アメリカから日本。そうです。確かに飛行機代そこそこかかりますね。そうです。で、トータルが大体60万ぐらいだったっていう。はいはいはい。うん。なんか、この時代に気合の入った旅人ですよね。まあ、カタコンベでもそんな感じだったですよね。はい、割と、そういう若手のアーティストとかもね、行ったりとか、あそこレイブやったりとか、映画の上映会やったりして、それが問題になってまた取り締まられたりとか、そういうことがね、繰り返してる場所ですから、フランスの地下カルチャーとしてはね根付いておりますんで、まあ大体でもフランスでここそういうふうになんですか、フランス、あでもフランスホームレスだった時はフランスです。あそうなんですか。パリでなんかアフリカ系の移民の人たちと一緒に公園で寝たりして、あはははは、彼らがまあなんかお前らちゃんと食ってるかみたいな、シャワー浴びてるかみたいな、そういうことできる場所があるんだぞって言ったら、なんか教会の炊き出しがあって、そこはもうスクワットから要は追い出された後ですね。スクワット、そう、要はそう、最終的にスクワットから追い出されちゃって、やっぱりフランスのスクワットとちょっと反りが合わなくて。追い出された後、イタリアに行かれるんですよね。あ、イタリアじゃなくて、フランスの。いや、フランスでホームレスした後はイタリアに行かれてますよね。それはね、2回目のフランスなんですよ。あ、そうなんですね。スクワットもホームレスも2回目のフランス、はいはい。2回目のフランスなんですね。イタリアはホームレスしてました？イタリアは全くしないです。もう友達ん家にいただけ。はあはあ、今ねふと思い出したんですけど、イタリア、ローマ行かれました？一回行きました。あ、どっちだったかな、パリかローマで若い日本人のホームレスがいて、地元の日本人コミュニティでちょっと問題になったっていう話をどっちかで聞いたんだよな、去年かなんか。もしかしてですか？いや、僕じゃないです。もしかしてムイさん？じゃない、イタリアでは一番人間的な話です。なんか 1、2ヶ月で見なくなって、あの人どうなったんだろうって、その地元の日本人コミュニティなんか話してた、パリかローマだったので聞きましたね。ムイさんですよね？いや違いますよ、残念ながら。いや多分そうでしょ。すいません、失礼します。そうです、言いたかった。だったらちょっとね変な縁を感じますけど、面白いですね。まあでもそういう感じで結構まあ縦横無尽にヨーロッパというか世界中を回ってきたわけじゃないですか、はい、でその物乞いっていうかホームレスしながらお金を恵んでもらうみたいな、直接そういうことはしたんですか？それはしてないです。でも絵描いてたらいきなりくれるとかありました。やっぱり自分の腕というかアーティストとしての腕で基本は旅してきたっていう感じですね。僕も物乞いとか盗みとかそういうのはしないっていう、まあ、うん、当たり前、人として当たり前っちゃ当たり前だけど、うん、でも僕の中ではそういう人たちの中にいても僕はそうはしないっていうのはなんか、うん、ただなんかその僕はその法律、自分の中でやっぱいいことと悪いことの区別があって、うん、なんか食べ物をどうせ捨てる食材とかをもらうのは別に僕は悪いこととは思わないですよ、うん、でぶっちゃけもう電車とかもその、うん、まあこれが多分カンボジアとかでなんかただ乗りしてるんだったらすごい悪い気がする。でもヨーロッパだし、まあ何と言うんだろうな、まあ電車くらいいいやろみたいな、そういう気持ちはちょっと、うん、自分の中で そこがくで、人から盗むっていうのは明らかに悪いことだなって僕は思う、うん、ね。なんかヨーロッパの人は本当に盗む人多いなと思って。なかなか盗むハードルが低い。なんかそれ肩群馬に行った人もその、あちょっと今スウェーデンで就活してきたんだよねみたいな、うん、結構だから日本で行ったらなんてパリッとした服装で現れて、じゃあちょっと肩群馬行くからスーパーでいろいろ盗んでくるねみたいな、そういうノリなんですよ。なんかすごいなと思って。すごいですね。すごい。確かにすごい。そうか、はい、あ、それくらいノリなんだ。なんかお金もないしね、ちょっと今日は盗んで頑張ろうかみたいな、なんかそういう感じ、なんかそういう感じの。皆さん、盗みは犯罪です。はい、一応言っておきます。国境国籍が違えど盗みはダメです。盗んでね、はい、はい。はい。ということで、フランス編をね、ちょっとここお聞きしましたけれども、この後ちょっとこのまま続けてですね、アメリカまで行っちゃいましょうか。はい。アメリカ編お聞きしたいんですが、まず最初に皆さん、ちょっとこちら皆さん見せてもらっていいですか、この手のここをちょっと映してもらっていいですか。ここカメラに向けていただいて、はい、これ
ちょっとお聞きしたんですけど、何でも根性焼きの跡だと。そうですね。そういうことになります。はい。あの、この根性焼きをされたのはどちらでしょうか。アメリカのミネソタっていう州です。はい。ミネソタ知ってる人は知ってるでしょう。ビバリーヒルズ青春白書の、あの、ブランドンの、あの、ブランドンじゃねえ、あの、お兄ちゃんの出身地ですね。はい。要ミネソタなんて言われてました。はい。そんな、あの、場所ですけれども、アメリカのまあまあまあ、あの、なんもないなんもないですね。正確に描写をしたいんですけど、アメリカのあのミシガンの左の方ですか。あ、そうです。ミシガンの近く、はい、そうです。はい。その辺ですよね。で、そこに行かれたのはなんでだったんですか。そのヨーロッパを後にしてアメリカに旅立つわけじゃないですか。はい、何があったんですか。あ、いや、これもきっかけ同じで、あの元奥さんがアラスカ、アメリカに帰ったんで会いに行きました。何なんですかそれ。意外と普通の理由で行かれますよね。え、元嫁さんはアメリカ帰られて、ミネソタの方なんですか。いや、アラスカっていうところなんですけど。アラスカっていうところは知ってますけど、アラスカに行かずになんでミネソタだったんですか。いや、もう僕はもうパリで頑張ろうみたいな感じだったんです。うん。なんか不法滞在になってたし、うん、これ簡単に出れない。でも、もう彼女たちは日本に帰ったんだ、まず。でも日本に帰って、うん、でも僕はなんかパリでちょっと成功するまで帰らないよみたいな。でもやっぱね、娘に会いたくなって、うん、でもなんかグズグズしてたら彼女たちもアメリカ帰って、いや、もう1年会えないの辛いなと思って、うん、で、まあ、アメリカに会いに行った。会えたんですか。会いました。会わせてくれるんですか。その、なんか見学になって別れてるわけではない。見学ではないけど、まあ、まあ今も連絡はしてるし、うん、いや、まあ別に普通に会える感じで、無理やり会いに行ったとかじゃないってことですね。あ、それはそんなことですね。はい。会ってくれて、で、そこで、あの、ある意味、アメリカへの旅の目的は達成したわけじゃないですか。そうですね。で、なんでそのまんましばらくいらっしゃったんですか。あ、いや、ですね、結論は先にそう、娘に会えたんですけど、その過程で、まあ、ミネソタに行っちゃったんですよ。あ、娘さんに会う流れで、ミネソタ、はい、流れで行くとこじゃないですよ。なかなか。なかなかに不便な場所ですからね。主要観光都市からは結構距離があるんですよ、ミネソタって。だから、流れで行くような場所じゃないわけですよね。なぜそこに。ですね、カリフォルニアにおばさんが住んでて、うん、血のつながってない人なんですけど、うん、僕のは先に着いたんだ、アメリカに。で、彼女たちがカリフォルニア経由で来るから、カリフォルニアで一回会ってから、アラスカ行ったらって言って、会いに行こうと、うん、カリフォルニアの空港に向かう夜行バスみたいなのを待ってて、うん、バス停で。でも全然来なくて、そしたらなんかギター弾いてる人がいて、うん、ああ、ギター弾いてるなと思って通り過ぎようとしたら、もういきなりそいつが、おい、お前みたいな。ラップしろ、みたいな。はい。でも俺も、よし、みたいな感じで。荷物置いて、でもそいつとジャムセッションして。ね、そしたら結構盛り上がって、お前どこの言葉だそれみたいな。日本みたいな。俺はネイティブアメリカンだみたいな。はい。肌の黒い感じ。まあ、メキシコ人かなと思って、まあ、ネイティブで。俺たちはなんか馬に乗って旅をするし、儀式でバイトでもあるから、お前一緒に行かないかって言われて。うん。馬しかもバイトみたいな。いや、ずっと行きますみたいな。連絡先交換して。うん。で、僕一旦、なんだっけ。空港でもね、それも空港で結局会えなかったんですよ。なんか、僕のバスキャンセルされて。うん。でも粘ろうと思って、空港でも着いた3、まあ、とにかくなんか会えても5分みたいなノリになって、うん、いや、これはダメだと思って、今呼ばれてないんだ、天にと思って、で、まあ、おばさんの家に帰って、しばらくいたら、うん、あの電話かかってきて、そのネイティブの彼から、うん、財布盗まれたから、みたいな。で、まあ、どこにいるんだ、みたいな。なんか、じゃあ、バイトなんだろうって言って、返してくれよって言って、俺払うから一緒に行こうよって。うん。で、彼にバスチケットをカードで買ってあげて、うん、で、彼とバス停で合流して、で、まあ、ミネソタまで4日間彼とバスの旅。4日かかりますよね、この距離はね。かかるなぁ、これ。でも、その間、どんな話したんですか、そのミネソタはどういうとこだよみたいな。いや、もうなんか、打って変わって、雰囲気が変わってて、最初の。うん、ジャムセッションしあぜの時のノリじゃなかった。全然違って、もう名前もなんか、最初言った名前と違う名前を名乗ってきて、うん、会った時に。でも、あまり余計な質問はするな、みたいな。最初から。はあはあ、
あれって感じですけど、ね、あれって感じで、でも寡黙、結構寡黙な感じで、うん、まあでも俺たちはすごい精神性の高い人間だから、お前を試すぞみたいな、逆でも俺たちは一生の友達になれるかもしれないみたいな、うん、結構だからなんか、ああ厳しい感じだけど、なんかいいやつだ、いや、その時はなんかまだまだっていうか、うん、基本的には好きなんだよね、みんな。でも3日分ぐらいしてこれごめん、ごめん、ごめんもないか、別のやつ雇ったから、お前を受け入れらんないわみたいな、どっか他のとこ探してくれって叫んでみたいな3日目、いや、行く場所知らないし、君のとこしか知らないしみたいな、止めてくれよみたいな、いや、どうにかなんないのかみたいな、うん、いや、おかしいやろみたいな、ついて、ついて、もう彼を迎えに来る車来て、僕も寄ってくんだけど、うん、車去っちゃって、うわ、終わったと思って、結構寒くなってきてたし、で、とにかく僕はもう Wi-Fi を使っていつも連絡して、Mac に行こうと思って、1時間くらい歩いて、うん、Google マップってそのネットなくても動くから、うん、Mac があるのは見えたから、なんか Mac に行って、そしたらその Mac も Wi-Fi なくて、客の人にテザリングをしたその聞き込みで、うん、まあ、その Mac24 時間じゃないんですよ、うん、でこれは終わったと思って毛布だけで持ってきてくれって彼にメールしたら、うん、バッ 夜中になって来てくれて、うん、それでまあやっぱ止めれることになったみたいな、うん、ああよかった、要は寒さが敵だった、路上生活はいっぱいあったけど、だからこそそのこの寒さで外寝たら死ぬってのは分かる、はいはい、この寒さだったから、はい、これはもう大変だと思って、でまあ結局 そこでまあ働けることになって、地下室みたいなところに僕だけ一人寝かってなんか地下室来たと思って、でも お前は俺の奴隷だからみたいな、あれ一生の友達とかいう話じゃなかったんですか、いやでもそういうノリなんだなっていうのもあったけど、まあちょっとでしかもその要は最初に会った時点で名前も変わってる、最初に会った時の名前が時効日だったのに、バスで会った時はなんか多瞬間おんぶになってて、その農場に着いたら俺はケープだみたいな、うん、あ、オッケー、ケープね、じゃあケープって呼ばみたいな、そしたらケープはもうひたすら酒飲んで暴れるみたいな感じで、これはまずいなと思って、でまあそこに最初2人だったけど、なんかウィノーナっていう、そこも大麻農場なんですよね、要は産業 CBD のね、うん、でまあなんかその女の人が来て、彼女が農場主で副大統領とかにも立候補しているような、まあ、実業家ですよね、彼女とは結構ソリがあって、あ、じゃあ壁画描いてくださいみたいななったのに、彼女は現場にいないから、はい、現場にいるのはその彼とその学校で問題を起こしてるような子供たち、子供、高校生とか大学生とか、そういうの引き、引き受けるような、そこで何構成する場所みたいなとこもあって、はいはい、馬に乗ったり、はいはい、なんか農業したり、まあ僕はもう馬にも乗せてもらえないし、ひたすら料理して掃除してどやされてみたいな感じを繰り返して、絵描いていいよって言われたのに描けず、だからなんかそれもなんかその要はその 社長そのボスと現場監督と僕の、うん、なんかなかなかなんかいや俺たちは別にアーティストなんか必要ねえんだみたいな、うん、お前は戦えんのかずっと聞かれてた、お前戦えんのかみたいな、俺たちはウォリアだと思って、いやそんなしなかったじゃんみたいな、穏やかに暮らしているとか言ってたんですね、そうそうそう、俺酒一滴も飲まないよみたいなこと言ってたし、とにかくいい本当にいいミュージシャンだと思ったから、そこで繋がれたと思ったんだけど、でも酒も飲むし大麻作るしって感じだったんですね。大麻はまあそう CBD だけど、うんうん、産業大麻というか、うん、な要はそういう産業だった、農場もそういうところだったって、でもそ、うん、あるよりもすごい酔っ払って、もう僕の目の前で泣いてて、うん、俺人殺したくないって、うん、うん、人殺したくない、うん、殺したくない、うん、どういうこと？いやなんか俺たちは侵略者を殺してるんだよ、泣きわめいてるんですよ、ははは、俺は警察に追われてるし、なんかパスポートも持ってないし、アメリカ人の市民証明もないみたいな、俺はこの国を出たいみたいな、はは、銃とかもあるのを見てたし、うん、でもあとなんかその時々包丁なんか首に突きつけられて、うん、まあ、さっさと掃除しろみたいな時もあったし、でもその時もね、その突きつけられてても、あ、この人は別に本気で殺すつもりはないなっていう、なんかただ悲しいんだなって、そのなんか悲しみを僕にその鬱憤ぶつけてるんだなっていうのが分かったから、まあそうはいはいみたいな感じで掃除してたけど、その時はもう本当にすっごい泣いてて、うん、もう俺を日本に連れてってくれた、お前日本
助けてくれ、この国から出たい、うん、殺したくないみたいな、はあはあ、殺したくないっていうのは結構じゃあ揉めてやってるかもしれないってことですか。現場は見てないですけど、うん、まあ、話を聞いてたら多分あの本当に機動隊とか前線ネイティブの人たちと警察というか国家権力の戦いがやっぱずっと、まあ、まだ続いてるんですよね、うん、ある意味、うん、でその前線に立って本当に多分誘拐してなんか殺したりとかもしてる、まあ、ちょっとギャング的な集団だったんですよね、はいはい、行ってみたら。でもその時に、まあ、なんか分かった、お前に OKOK、じゃあまずパスポートどうにかしてゲットしろって、そしたら俺の日本でネイティブアメリカンの話聞きたい人たちもいるから、お前はもう武器を楽器に変えてその話をして歌うんだって、とにかくパスポートを持って日本に来いって。そしたら、うん、そこで、まあ、ガッと握手して、もう俺はお前を殺さないみたいな、うん、まあ、まあ、それで仲間になって、でもその後もなんかもう僕あまりにもなんかそう仕事ができないって言われて、なんでお前こんな遅いんだみたいな、お前は使えないから出てく、もしくは戦うかみたいな感じで。戦うってどういうことですか。いや、もうずっと聞いてたの、 Can you fight? みたいな、 Can you fight? みたいな。で僕はもうずっと、いや僕は戦ったこともないけど、でも愛する者のためなら仕方ないみたいな、そういう答え方をしてたら、うん、まあ、ある日もう無理はどこだみたいな、上で叫んでて地下室に来て、もうぶっ殺してやるみたいな、すごい剣幕でいきなり来て、うん、わー参ったなと思って、なんかいきなり首根っこ掴まれてズズズズみたいな、こう外に連れてかれて、うん、なんかお前は賢いから分かるだろみたいな、生贄を捧げるんだみたいな、あの森、今から俺とお前であの森に入るんだっていう感じで、結構神がかってるんですよね。あ、これはまずいなと思って、うん、今森まで歩いてくんだけど、で俺はもうその間なんかもう友達だろみたいな、俺とお前友達になったんだろみたいな、でも酔っ払ってるんだけど、でもまあその時はその光と闇があるだろうみたいな、光を見ろって言って、それはなんか僕らが寝てる家で闇を見ろみたいな、森でどっち行きたいんだみたいな、光ですみたいな、よし戻ろうみたいな、あ、戻れたと。やんだ、酔っ払いですね、なかなか。そうなんです、はい、根性焼きはその後ですか。で戦えるかって言われてずっと聞かれてたから、うん、ある日なんか僕が、まあ、とにかくガッツ見せないとと思って、よしじゃあ戦おうって言ったんですよ、うん、戦います。でそしたら、おー、よし戦うんか、よしじゃあ明日しようみたいな感じで、多分何日かして僕また地下室で寝かかってたら、なぜかスナップチャットでなんか連絡しない、うん、彼のために俺スナップチャット作って、俺たちはスナップチャットしかやってないから、ね、何やねんみたいな、はい、いや、でもスナップチャットで電話かかってきて、はい、でもちょっと今から来いみたいな、なんかいくつか塔があるんで、はい、まあ、で、まあ、OK、僕その時も全然寝てなくて、もう夜でも一応の農作業とかもしてる、結構疲れてるんで、行ったらなんかリングみたいになってて、これだったのかみたいな、今かみたいな。なんか、その、オジブエ族の、なんていうか、王子みたいなのが、もう、ソファーに女をはべらして、ドカッと座ってて。で、まあ、もうアップしてるんで、一、うんうん、人、若い衆が。じゃあ、まずこいつと戦え、みたいな。戦えるかって、リアルファイトってこと？うん。あはあはあはあ、なんか納得。はい。で僕はその別に、ヤンキーでもないし、その、まあ、暴力はあんまり経験があんまりというか、殴られたことも殴ったこともなかったんで。でもまあ、逃げ出そうと思っても、その寒いし、うん、本当に何もないとこなんで、うん、なんかもう、食わしてもらってるし、なんかもう、バイトって言ってきたけど、全く金払ってくんないけど、しょうがないなと思って、なんか、戦う、じゃあ、なんかレスリングで戦いみたいな。で、まあ、戦って。うん、でも、一人勝って。うん。っていうか、僕はレスリングやり方もわかんないけど、彼はなんか技をかけてくるけど、なんかかけきらないみたいな感じで、うん、まあ、なんか判定的によし、あ、じゃあこいつには勝ったみたいな。盛り上がって、で、もう一人戦いみたいな。で、もう一人背の高い、うん、その、まあ、オジブエ族の、うん、王子。でもボッコボコですよね、うん、ボクシング、次はボクシングっていうか、もう一人戦ってるし初めての喧嘩だし、でも二人目はもうリーチも届かないし、うん、一方的にボコボコになって、でもみんな盛り上がってて、あ、いや、ついにジャップが戦ったみたいな、あの固くなに拒否してたあいつが、はい、戦ったと。そうそう、で3人目も来て、最後に俺だみたいな、そのケープと呼ばれて、うん、はい、
やつがね。そうそう、うん、彼もね、身長的には別に僕よりもちょっと低いくらいなんだけど、うん、やっぱ、暴力の中で育ってるからもう。慣れてるんですね。はい、もちろん、もう、はい、殴り殴られて育ってきてるんで、もう、人を傷つけることに躊躇がないんです、うん、でも、彼にもやっぱボコボコになって。でもまあなんか、みんなすごい盛り上がって、うん、お前本当に俺たちの仲間だみたいな。なんかでみんな去った後に彼と二人になって、その時は僕も酒飲んでて、なんか一服したりしてて、お前は俺の弟子だみたいな。はあ。お前は俺のために殺し強くなれ。毎日鍛えてやるから、なんか、一緒に戦ってこうみたいな。はい。これまずいなみたいな、こっちの道は、いやでももう僕盛り上がってるし、よしね、なんかオッケーオッケーみたいな、やってこう俺たちでみたいに、みんな盛り上がってたら、その戦えるかっていうのと並んでずっと聞かれてたことが、それはお前は何者だっていう、ずっと聞かれてた、うん、俺はもう客人を迎え入れたことなんてないんだみたいな、なんでお前はそんな特別なんだみたいな、仕事もできないのになぜか俺はお前のこと好きだみたいな言ってくれてて、うん、それ何者なんだって言って聞いてきたから、その時もで俺はちょっと調子に乗ってるから、お前こそ何者なんだよみたいな、そういう言い方したらバゴンみたいな感じで切れて、うん、いきなり首絞められて、まあなんか馬乗りになってきて、うわぁここでまたこれかみたいな、もう本当にその時が多分人生で一番死が近かったかも、なんか、うん、あやばいこれ終わったと思って、なんかあなんか元奥さんにひどいこと言っちゃったなとか、結構走馬灯が一瞬浮かんできて、うわこ娘に会いに来たのになんで俺はここでみたいな、はい、もうずっとあれも俺はお前の友達だみたいな、俺はお前の友達だ、そしたらまあ彼も本気で殺すつもりはなかっただろうけど、まあそれでバーンとお前殺すなんて簡単なんだみたいな、でもその後も一通りなんかね、音楽セッションとかもして、だからなんか飴と鞭ですよね、でまあ最終的にセッションとかもして盛り上がったと思ったら、まあ、なんか、うん、お前はやっぱ傷つけないといけないみたいな。肩に切り傷をつけるか燃やされるかどっちかになりなりなり、入ったなと思って。はい。いや、でも切られたくはない。火起こしとか毎日してたから、うん、じゃ火でお願いしますみたいな。笑い事じゃないんですけど、はい。笑い事じゃないんですけど。はい。火って根性焼きだって分かってたんですか？まあ、とにかく I burn you みたいな感じで I burn you in the hand、 手を燃やすっての言ってるのは分かったから、まあ、肩をスライスされるよりは手を燃やされた方がいいなと思って、なんかビッグのあのライターあるじゃないですか、はいはい、2つでこうなんかあの鉄の部分があって、はいはいはい、でまあバンみたいなこう押さえられて、よし行くぞみたいな、グッてグシューで大怪我じゃないですか、そこでもう、そうですね、はい、結構痛かったり、どうなっちゃったんですかそこから、うーん、まずどうやってその後のその農場での進路というか弟子になっていくんですか、それともだって今ここにいるってことは出てるわけじゃないですか、どうやって出れたんですか、いやなんだかんだ言ってもね、やっぱりその彼もそのすごい虐げられてきた民だし、なんて僕もよそ者だし、なんて言うんだろうな、根本はまだ一本糸はつながって、人と人としての糸はつながってるところはあって、で彼もなんか奥さんと息子が出てっちゃったみたいな、うん、そこの悲しみもあったんで、僕はもう娘に会いに行きたいって言ったら、まあ、ある日機嫌がいい時に、まあなんか、ああじゃあ空港送ってってやるみたいな、おお、いきなりですか、うん、でもこれも本当はだから、いやだから最初のそのミュージシャンの時もなんか二重人格みたいな感じなのかな、ちなみにそこの農場で働いてた時のバイト代出たんですか、結局、いや150ドルくらいしか出なかった、最初3000ドル稼げるって話だった、ね、でも逆に言えば一応お金はくれたんですよ、取られたりとかしなかったんです、その感じだとなんか取られそうじゃないですか、でもそういうことはなかったんですよ、そういうことはないです、まあまあ底辺労働じゃないけど、めちゃくちゃ重労働させられたと、うん、まあ、結局あれですよね、あの機嫌がいい時に返してくれたっていうことですよね、彼が普通にあの返すからあの出てっていいよっていう、あの奥さん子供のところ、まあ、元嫁と行っていいよってなったわけじゃないですか、あと馬に乗ってかませたっていうのもありました、え馬に乗ってかませたんですよ、僕はもう完全にこれはかましたと思って、あのお前初めてでそんな乗れるのすごいなって言われて、はい、なんか、まあ、馬に乗っけてもらって最終的に。はいはい。てか、僕はもう馬に乗りたくてしょうがないっていうのもあったから行ったのに、まあ、1ヶ月くらい働いて、ようやく1回乗せてもらって、その時には、なんか、お前、
いいライドだったぜみたいな感じで、ああ、ちょっと認められたんですね、そのあの殴り合いも含めてね。そうそう、多分そういうことで、はい、でそれで今も交流はあるんですか、ケープケープさん、なんか連絡来ます？この間夢で首絞められました。すっごいリアルな夢で、なんかこれま、いや、ずっと電話してたんですよ、日本帰ってきてからも、うん、でもちょっとやっぱ、いや、もう一回来いよみたいに言って、うん、いや、でも今度はヒゲ描きたいなって言ったら、いや、絵は描けないよみたいな、いや、ちょっとあったらもういいかな、でも電話出なくなってって、まあ、うん、今は連絡取ってないですね。はい、どうでしょう、河野むいさんの奇妙な冒険、お金は飛行機代以外かかってません、ちょいちょい外食とか娘をやっぱ外食に連れてったり、はい、いや、それ別にそこまでカウント正確にカウントしなくてもいいんですけど、あの素晴らしいねと言えるのかどうか分かりませんがなんかすごい冒険だったことはよく分かりました。むいさん、むい河野アルファベットで、検索すると各種 SNS 公式サイトなどありますので、そちらの方もチェックしてみてください。いやー、はい、なんかキャラ勝ちしてますよね。どうなんですかね、なんか旅の間やっぱでももっとやっぱりギラギラしてギラギラっていうか、本当になんか犬と寝たりとかね、なんかなんで生き延びてきました。はい、ということでございました。皆さんどう思われたでしょうか、こういう人もいるんだよっていうことをね、一つのあの冒険談として、見ていただければと思います。ということで本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。丸山販売所がですね、すずりにオープンしました。すずりの方で、こちら、100万人突破記念デザインの様々なグッズを現在販売しております。ロンティーもあるし、パーカー、プロ、これがですね、こんな、後ろにね、持ってます。とか、この、キャップもそうだし、こんなエゴワークなんかもあります。とにかくね、様々な種類が、現在販売されておりますので、ぜひアクセスしてみてください。すずり丸山ゴンザレスで出ます。